どうしました?。私は怒っています。母。結果的にはプレゼントを五十個ぐらい送ってわけですよ。これこれ三人。誕生日プレゼントですか?。そうです。ありがとうございます。はい。<laughs> で、紹介されていないものが一部あって。えー、な、何が紹介されなかったんです?。赤い紐。<laughs> 赤い紐で。 これこれさんにかっこよくマジックをして欲しかったんですよ。で、はい、紹介すらもされなくて、悔しかったです。はい、えっ、ー、と、50個送ったってことは、じゃ四49個は紹介されたってことですか哺乳瓶も多分紹介されたのと違って、多分私もじゃないと思うんですよね、はい。いや、わかんないけど、哺乳瓶送ってくれたんですかそう、これこれさんの差し入れでいっぱい飲み物届るじゃないですか。 哺乳瓶で飲んでほしいなぁと思って<あー> <laughs> 哺乳瓶送ったんですよ、えー、愛を込めて送料もかけて送ったのにまとめて、はい、紹介されて、はい、なんかもうヒカキにあげるとか言われてすみません何を送ってくれたんですかヒカキにあげるっていうのは、はい、サイヤ人の服と可愛い,い青色のワンピースとかいっぱい送ってじゃないですか青色のワンピース 青と白のワンピース。あー、赤ちゃんグッズのやつですか将来のためにを思って、<laughs> まあ、なんなら、私とこれからの子供ができた時を考えて、<laughs> 送ったんですよおーおー。おー、そういうあれが、でも会ったことないのに、ちょ気早すぎませんあー、これ送ってくれた方か。なるほどー。これ日陰投げた方がええだろう、どう考えても。<laughs> これも子供のやつじゃん、悟空のやつこれ、お前か、これ。これをヒカキンにあげるわって言っただけで怒られるのはちょっとよくわからんわ。そう。だ俺がどういうふうにネタとして消化するかは文句言わんでほしい。これを送るんやったらね。はい、え、何あ自信ああえ、<laughs> こっち揺れてないです。助けてー大丈夫お腹は揺れてますかえ、何どういうことすいません。てか、君さ、はいはい、50個プレゼント送ったとか言って。 このなんか赤ちゃん系の <laughs> いやそれはちょっと <laughs>、うん、こればっかこれ50個も送られても正直ごみこ,これ50個じゃないですよ <laughs> ベープマットかわいい子豚としてああでもこういうやつかうーんあそれもう送んないでほしいもん <laughs> う、えー、うゴミって言われたやつ <laughs> あのゴキブリ今ゴキブリなんか送ってきたの君 <laughs> ゴキブリいっぱい送っちゃっけ。いや、それゴミだろうどう考えても。<laughs> いや、面白いかなと思って。花火みたいなすよ、花火やった後の。あ,<ー>あ、残りカスって、ゴミじゃないですか。じゃ、来年は本物にします。にいや、いや、もういいから、<laughs> もう本当に。で、スカパの袋入ってるわけじゃないですか。いや、ちょっと、もう覚えてないけど、はい。けから、ドーナツがくびれるっていう、それもマジックなんですけど。 ごみって言われちゃうっけえー、すいません僕ちょっとストレートに言っちゃうんでこう意味不明な商品だとゴミゴミって言っちゃいます申し訳ないですほんとに。ヘリウムガス送ったのはマジすみませんでした。人間が吸えないヘリウムガス送ったのっあなたなのポケガメ君吸っちゃって <laughs> ちょっとあのー、<laughs> <う>気まずい雰囲気になってたけど。そう まさか、吸うと思わなっけ。風船用け書いてあるし、風船も入れたんですよ。あ、そう、すいません、これ、に関しては、まこっちが悪いけど。まだあるんですけど。送料。マげんの、これ。ちょ、本気で言ってます?。なんか、めちゃめちゃ長いプレゼントがあるとか言ってたけど。で、結局、それは送ったの?。送りました。それ、何なの?。 あこ,れ <laughs> これいこれねまタとくんゴキブリのやつね <えっ S 2> これまあ悪くないけどこれ一応言ったけど捨てたでこれまあネタですけどあとあまりふつかみこれのやつあったじゃないですかああれもあなたなの俺もまあいやあれ面白かったけどなあじゃあなんかちょこちょこ面白いのあるなあ面白かったっけですか,なんかポケさんんになんか はい、これこれさんの時間返せよとか言われてあれなもう何な,なのそれツッコミやん逆にそのツッコミがあるからおもろいんやん <laughs> 面白かったです <laughs> えあのか顔出しとかできます <laughs> なんかね、えー、俺の子供も欲しいとか言ってたじゃないですかい<や>さっき、はい、あそうですねなんか体系的にもいい感じにああじゃあちょっと一回見してもらっていいですか,、ね、かお願いしますちょっと、えー、でもえ,えたら、うん、お願いっ何配信者かなんかなの君 あ違いますこれこれさんの画面にお茶バが流れたら出しますうう、うん、リスナーが俺にお茶バ投げたら顔出してくれんの？<laughs> はい <laughs> どういうこと？あ流れました今お茶があ流れました流れましたじゃあ <laughs> 顔出してよ顔出してよ変身するのでちょっと待ってくださいじゃあ早くしても早くあじゃあちょっと待ってくださいねうんなんか想像と違う人が来たんだけど <laughs> え、まだあじゃあ出しますよ出しますよ はい。え、この豚も送ってくれた人ですか。あ、この豚送りました。え、ってか、金持ちですか。なんかいいえんじ。すみません。もう、おかげないので、マネーはこれ。お願いします。いや、でも、天井高いから、タワマンっぽいな。え、なんか、芸人さんですか。<laughs> 芸人になりたか,かった人です。え、だって、おかしくない。あの、今さ、顔出しし,してって言って、すぐこんな用意できる。え、ずっと、これ、<laughs> 通話つなげる前から、この服着てたってこと。着てましたけど。<laughs> えしかもさ今日さ俺配信突発的にやってたじゃん俺が LINE 送ってからこれ着,着てたってことこの服装とかこの,ラあのメイクはこれこれさんから LINE が来て、うん、から準備しましたこれをあでも俺配信始める3分前ぐらいに LINE 送ったんだよあそうです配信始める前に来たのでえっ、うん、えってなっけこれででかかったんでうん いまあい,いやわか,かったわかったでちょっと待ってこれで企業これなな何の話なんですかこれ今回は <laughs> いやマケインがこれお願いしたいなって思ったのとま,まあちょっと苦情を言いたかったなって思うのとはいじゃ苦情あのじゃ来年の誕生日プレゼント開封配信気をつけますね苦しくなってなんが結婚でちょっと脱いでいいですかはい<で>え、これ生着替え中あ,あこんにちは。<laughs> え？なか服装 <laughs> <や>それだっておかしいよね。それ普段着じゃないよね。さすがに。えこれどっかで見たことあると思わないですか？ああお揃いってこと？そうです。ありがとうございます。じゃあた,、えー、た,たくさんのプレゼントで終わりですか？何歳なんですかちなみに？何歳ですか？三十五ぐらい。ああ <laughs> そうですか。おなおない年じゃねえか。<laughs> いいですか？じゃあそろそろね。えー、ほかほかえもう他他一個一 クエは美味しかったですか。クエも送ってくれたんですか。<laughs> まあでもちょっとでなんだ結構配信で盛り上がったやつを送ってくれてるなだとしたら。イ <laughs> セビも。この人のばっかやなん何が盛り上がったところ。一軒四キロのイセビ美味しかったですかね。はい、あ美味しかったですめっちゃ。あ嬉しいです、うん。ちなみに総額いくらですかね。総額もろもろかかったのは、うんうん、まあ四十。 ぐら,40万ぐらい、四級は。四十万もプレゼントしてくれた、めっちゃ嬉しいですけどね、普通に。本当は、一個送るつもりだったんですよ。なんか、徐々に増えていって、あ、これも送ったら面白いかなとか思って。病気の人って言われてます、<え>やっぱり。あ、あのちゃんに見えてきた。もうよ、よろしいですかね。もうん、もう、つまんないですか。買ったんで、優しくしてください。はい、ありがとうね。もう、もう一個。 <何>もう一個、もう一個買ったんで。二枚も買ったの。うん。そう。でも、もう一枚だけ。一枚。いや、これ、あの、一枚を、うん、なんか、下げてあげてしてるだけじゃなくて。なんか、今、三枚は持ってますみたいなアピールしてたけど、一枚しか見えないけど。<laughs> <あ>え、何枚買ってんですか。四枚です。あ,あ、四枚。えー、ありがとうございます。普段から、そんなんなの。普段は。えっ、ー、と、陰キャです。うん、あ,あ、そうなんや。 インターネットでこんな感じのキャラになる人ね。<laughs> 売れますかね。もでも面白いと思いますよ。配信者としてなら。昔配信してたので。ええー、あそうなんや。うんカスなんですけど。だろうね。はいありがとうございます本当に。あでこれこれさんに一枚ぐらいいれ入れておけて言われたんで今からこれ本物あるんで<え>読みこけてください。うん、<laughs> お前 <laughs> ち<ょっ> <laughs> 来られちゃう早くして。え。 バカなの入れられました今ログイン中。お前さ、なんか別のアカウントに登録済みですってなってるけど。えぇ、じゃ来られた。これだるすぎるわ、ちょっとほんまビビるわ、これ。えー、ああ、お前でも賢いな。そういうことか。これ配信で映して、他の人に撮られたって演出をする。はい。えぐいな、これ。<laughs> まあそうです。すいません。いや、俺配信で映してないもんだって、なんか映しそうやったから。ええー、映してくださいよ。これも送りました、これ。 あーなんかそれも送られてきてたな。なん,かなんでお揃いなの試したんですよ。あのいろいろと。これこれさんに一回思いさせないかとか。まあでもちょっと長いな、でも確かに。もうもう飽きました。はい,い。でもありがとうありがとう。全然、ね、はい、なんかあの、はい、たいとかマネーのこれお願いしますのとつ <laughs> よりは全然いいと思うんだけど。<laughs> じゃあもうええですかあ、あと ダテンシのやつ、あのー、うん、カチューシャ。えダテンシも君が送ってくれたのはい。この翼生えたやつ。あー、これね。これのカチューシャが床に落ちてたってそう,そう、ずっと落ちてて。あーごめん。なんかいい、いいよ。これこれさんが悪いところは何もない、うん。そうそうそう。俺以外が全員悪いんでね、基本。まあ、あ基本、ボケ画面が全部悪いんで。あー、やっぱそうですよね。ねいや、ありがとうありがとう。でも、また送ってよ、はい、来年。来年ですかうん。でも、苦情言わないでね、うざいから。 ええー、また言っちゃうかもしれないじゃあ送んなくていいやじゃあお金があったら、うん、送ります、うん、ででいいと思う本当にお金がないのに送んないでほしい <laughs> 送るまでは、お金あったんですよ。はい、そんなに送るつもりじゃなかったんで。あ、そうだね。一<で>、うん、個やり始めから、かまんなくなっちゃう、ね。なるほどね。これもあれも、それも送りたくなって、お金がなくなっちゃったってことなんやな。うん,うん、うん。そう、だからま、ね、まげ、うんごくですけど、こう、もう。それは、ちょっと、無理やって、ほんに、意味わかんないでしょそれはね。<無理> <laughs> うん、ごめんなさいね。 え、今こ、コメントどんな感じですか。え、でもさっさと綺麗、こいつ、なんでつは切らないの、つまらん、ゴキブリババ <laughs> 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 ゴキブリ <laughs>。ゴキブリ。ゴキブリ。楽しそうだね、君人生。今楽しいです。あ、スカートお近しい。でも君のおかげであれもできてるからね、それで言うとね。あのー、めっちゃ緩かったです、ね。私体型を同じ人に、はい 試着してもらったんですよ。あのウエススとか入るちゃんと入るかどうか。いやあ紐で結んでないからずれたんだと思います。はい。意外と細いんですね。えはい。え私もうすごいですよ。ほら。おびくじゃびくじゃびくじゃびくびくじゃびくじゃうんいやでもお面白いですよ本当うん面白い。あ囚人も盛り上がってましたね嬉しかったです。え囚人もあなたが送ってくれたんですか？そう。なかなかこの人盛り上がってるも送ってるぞ。ありがとうございます。 ちょっと俺のイライラが緩和されつつあるちなみにな何の仕事してるのさ。風俗風俗これこれ三人いっぱい見つけてるほ,ほ,ほ,ほんまに風俗っすかじゃあこれあれかメイクでなんか変に見えるだけでち,ちゃんとメイクしたら可愛いのかいい <laughs> え嘘やろえ,<っ>えなんか風俗の潜在写真が来たんですけどこれ見してもいいですかえあえ、めっちゃ可愛いじゃないですか 普通ちょっと待ってください。はい、暇ならさ、ちゃんとメイクしてほしいんだけど。<laughs> いや、暇じゃなかったですって。これこれさんの配信を22時半からのためにメイクしてずっと待ってたんですよ。うんうん、えいや、これよりもちょっとクオリティを高めて、うん、<laughs> やってたんですよ。マジででもうないとなと思ってメイク落としちゃったんです。そうん、うん、したら、今回メイク落としてもう。

じゃあ可愛いくやってきますはいじゃあねじゃんねん <laughs> いや面白い人じゃんみんな、うん、お前らのコメントの方がつ,めんつまんねえよ普通にどんだけ叩きたいのあんまいないタイプやけどなこういうとつうん美少女に変身したってメイクアップ メイクアップ <laughs> 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 もうまあまあいい <laughs> まあいいんじゃないでもいいですか、うん、髪がちょっと短いかなぐらいやけどっっ切っちゃったんですよまあやっぱさっきよりはいいと思いますよやっぱり <laughs> 服は変わってないんだね <laughs> あじあささ服じなくてかわいい服がさっきの服は<い> 4P いいですかいやちょっとやめときますそれは あの、変なのが混ざるとよく、ね、あの、タッチが悪くなるんで <laughs> <laughs> いやでもありがとう、わざわざこんな時間にね、メイクしていただいてい<や>ええ五十一個目のプレゼントだねああ優しいうーん彼氏いるの彼氏、この前、ちょっと不倫で、いきなり、う、シーゃったようなもんなんですよあなたが不倫相手だったってこといや、私は彼女で、これこれさんもよく知ってる方でええ、誰なん 安室さんですえっそんほんまにほんまに安室さんにこ映画館に告白されて、えー、中身がやらかしていきなり死んじゃったんですよ私の彼氏ちょっと待ってあむろさんアニメのキャラのこと言ってんの <laughs> アニメのキャラですもう一瞬焦るわ今フリーなんでこれこれさん。え、それまでフリントフリーかけてるもんかして <laughs> よくわかりました もうええかそろそろもう<え>あの化粧をねこの時間にやってくれた分は喋ったような気するけどじゃああと1分ねじゃあ「これこれ」さんの歌を「うん、ゼロ距離カウントダウン」「れ際に甘えるの君のずるい癖なのに一歩ためらう」 僕ンエンジョーパンチ歌えばわかんないなんかじゃあ普通の歌だって俺の歌じゃなくて怪獣の花唄おーいやいやおん「騒げ怪獣の歌」本気で歌ってそれなはい下手ですかね下手だろどう考えてもいや私結構お客さんにも歌聞かせるんですよ、うん、でえー、めっちゃすごいって 指長いって。ありがとう。確かに指長い。<laughs> 顔掴んでちょっと顔掴んでみて。中二病みたいなやん中二病で。じゃあもうええかそろそろ。私のお店60分、うん、えっとこれこれさんだから9000円でできるので呼んでください。えー、60分9000え普通はいついくらなんですか？えっと普通は2万円。え結構高くない？ <laughs> いくらの2万円ってでも高級じゃない結構風俗60分やろ60分あそんなもんなんかなじゃあ頑張ってねお仕事あ頑張りますいっぱい稼いで来年に向けてああ来年のプレゼントはいありがとう、はい、じゃあね